熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンが開幕し、昨シーズン以上に J1 昇格への期待と注目を集めるチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。5月21日ロアッソ熊本はアウェーで水戸ホーリーホックとの試合に挑みました。ロアッソは前半7分に大西からのロングパスを受けた石川が低く鋭いシュートを放ち先制します。さらに後半9分に石川のボレーシュートが決まり追加点を挙げます。このゴールで石川は今季9ゴール目となり、目標の2桁ゴールまであと1点としました。そして後半31分、神村の今季初ゴールが決まり3対0となりました。ロアッソは3試合ぶりに勝ち点3を手にしました。次の試合は今日のモンテリオ山形戦です。スタジアムでロアッソを応援しましょう。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。今回はこの3人でトークしていきます。よろしくお願いします。今回トークするのはこちらの3人。ミッドフィルダーの大本選手は速さを武器に攻撃の起点となる選手です。ディフェンダーとして出場している大西選手は攻守ともに存在感を発揮しています。フォワードの相原選手はここぞという場面でゴールを決めるストライカーです。一番年上なのが28歳の大本選手、そして相原選手が27歳、大西選手は一番年下の25歳です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。あれも大本くんがあの、まあ、全部持ってきたもんな。俺の頑張りのことなんか誰も知らんよな。あれは大本くんしかできないです、ね。やっぱり大本くんがやっぱ試合に入ってからやっぱもう変わりましたね。もうロアッソっていうなんか勢いがやっぱまたついたなっていうのはあるし、早速ゴマスってくる感じね。まあ後輩としてはいいと思う。確かに横からやっぱ新幹線走ってくるんで、もうそこに出すだけなんで僕は。もういじってるもんね、ちょっと。まだまだ続く本音トーク。結構お前らちゃうこれ。いやでも正直こいつやっぱ足りてないっすよ。え、あ、そうなんですか。スピーチ言ってたじゃないですか、あの、もっといじられたいみたいなこと。あ、確かに。それでもまたいじられてないから。まだ欲しい。だからてかやっぱ下が多いんで。確かにね。あの気使いのいじりしかないんで。なるほどなるほど。一個突き抜けが欲しい。そうそうそう。もうぐっさっていうのをもう大きく返すのがいいんで。確かに。一曲ぐらいのいじりが多いんで。だから自分もちょっと出し切れてない。そうそうそう。でこれ見た後輩たちが一気に来るんじゃ。確かに。でもそのそれもそれで怖いですよ。りょうたろうお前スピーチの時緊張しすぎな。今日もなんないじゃん。いやなんか大舞台でもないけど、あんなんで緊張しなさそうやん。そういうあのでも喋るとかが苦手なんです。まあそうっす。なんか本当に人前でだから講義とか、うん、ああいうのがみんなが聞いてるみたいな。もうああいうの本当に無理なんですよ。めっちゃな可愛いもんお前あの時。普段を知ってるから余計なんかもう頑張れと思うもん。あやらくんも下手っす。
まあ確かに。お前のがひどいくらい下手よ、確かに。お前も。小池さんとかゆうやさんとかお前ね。笑い、ベテランの人たちは。結構笑い入れてくるタイプなんで。言うまでもないっすよ。これ言うまでもないっすよ。あんまたぶん逆の時そんなにこんなん言ったらあかんけど、そんなにちゃんと聞いてないの、まあ、そういう風になったら喋りやすくない？なんかめっちゃ今自分の話聞いてるって思われたらめっちゃ緊張するやろ。確かにそれはしますね。やろう。めっちゃいいアドバイスしてない。でもそれもなんかその後輩の鏡よりは来たり。大本くんはもっとなんて言うんだろう、丸いぞと、なんかまだ怖くないぞと、そう、もっと怖いと思われてるんですか。いや怖いっていうかやっぱつっつきにくい感じはある、うん、最初はな、よく言われるよね、一番優しいな、一番優しいマジで正直盛りなしでマジで優しい、一番優しいやんな、一番いい先輩っす、うん、そう、お前なんかしょっぱなからごますってくる。話はつきませんが続きは次回。続いてはこちらのコーナーです。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。東山選手の宿題にたくさんの方が挑戦してくれました。お、来た、やった、挑戦したい人は番組のツイッターをチェック。今回の宿題は番組後半で。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回挑戦してくれるのはビースター FC。 年中から小学6年生までが切磋琢磨しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック、持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。中田蓮介です。パーフェクト目指して頑張ります。続けて成功。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。左の真ん中狙います。頑張れ、よし、まだ頑張る。この後も2本連続で外してしまい後がなくなりました。どうなるのでしょうか。左の真ん中狙います。頑張れ、よし、よし。惜しくも外してしまい、ここでチャレンジ終了。記録は3つ、おめでとう。ここでロアッソ熊本のホームゲームの情報です。明治安田生命 J2 リーグ第18節モンテリオ山形との試合が今日の午後2時から、第20節清水エスパルスとの試合が6月11日日曜日午後7時から、それぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。今日のモンテリオ山形との試合ではサンクスマッチパートナーの RKKCS より来場者先着1万5000人にオリジナル T シャツのプレゼントがあります。また広瀬香美さんによるスペシャルライブも行われます。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。そして今日は混雑が予想されますので、スタジアムへは公共交通機関または豊島ふれあい広場横のスペースグランメッセ熊本からの無料送迎のパーク&バスライドをご利用ください。
予約がない方も11時より会場で受付いたします。また JR 光の森駅からの臨時シャトルバスが10時より運行されます。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。今回宿題を出してくれるのは田辺選手です。ぜひみんなもやってみてね。番組で採用された方には2023ロアッソ熊本ホームゲーム QR チケット引き換え券 A 席ミックスをプレゼント。宿題の投稿期間は6月7日までです。じっくり練習して投稿してくださいね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック。ここで番組サポーターのアウトソーシングテクノロジーから視聴者プレゼントのお知らせです。希望する選手のサイン入り T シャツを抽選で3人の方にプレゼントします。詳しくは番組公式ツイッターで。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。